俳優の山崎樹範、田村海流、少年忍者が17日、都内で行われた葵プロ朗読劇シリーズ第2弾、461個の弁当は、親父と息子の男の約束。制作発表記者会見に参加した。今作は、ミュージシャン、渡辺俊美による、同名小説をもとにシングルファザーとその息子の、3年間、お弁当を作る、3年間休まず、高校へ行くという約束をきっかけにシングルファザーの、お弁当作りの記録を通して、親子の絆を描く。初共演で、親子役を演じる二人。田村について聞かれた山崎は、とにかく可愛くて、正直ときめきました。可愛い、顔ちいちゃ、あららて。こんなに素敵な子のお父さんにならないといけないとすっかり、メロメロ。